空気が冷たい時期は富士山が鮮明に見えますので、ぜひ皆さんね、足を運んでみてください。今日私はですね、静岡県静岡市清水区、沖津というところに、今走っております。左側はですね、JR 東海道線ですね。で、右側は駿河湾で、正面には富士山が、見えるというロケーション、本来であればですね、今日快晴ですので、富士山がね、しっかり見えてもおかしくないんですけれども、夏場はですね、あんまり静岡県外の方はご存知ないんですけれども、富士山は、雲にかかって見えないことが多いんですね。で、富士山を見たいという、富士山を見る目的であればですね、11月から2月の間に訪問されるのがいいですね。で、今日ね、私はですね、さった峠にね、向かっております。で、さった峠といえばですね、静岡県静岡市清水区にある峠で、宇多川博重さんですね、福吉市、東海道53月優位という作戦でもね、作品でも知られています、富士山が見える、絶景ポイント、それでね、有名ですね。で、江戸時代末期のね、福吉市なんですけれども、宇多川博重さんがね、描いた東海道53月優位というね、場所としてもね、有名な場所で、もう本当にね、浮世絵の舞台にもなるところなのでね、皆さんにね、ぜひ、ちょっと観光してもらいたいなということで、私のね、カメラ越しではあるんですけれども、ちょっとね、この先の信号機、左折して、この信号機がですね、西倉沢という信号なんですけど、ここを左折してですね、踏切を渡って一時停止して、去った峠に皆さんとね、一緒に向かいたいなと思います。で、今日はね、本当にお天気は快晴でですね、もう本当に一日中お天気はいいということなんですけれども、で、去った峠ですね、ここね、鋭角にね、登っていくんですよ。で、原付の一種とかだと本当に厳しいですね、ここ登っていくんですけどね、この感じで、私のね、125の、スクーターで、今ね、スロットルをね、全開ですね。で、ある程度ね、スロットル全開にしてると、途中からスロットルは戻してもいいぐらいになってくるんですけれども、最初の登り始めは非常に厳しくて、登り勾配がね、結構きついですね。春先っていうかね、春、桜の季節なんかもね、お花見で来るにも非常にいいところですね。静岡県静岡市としてはいろいろ見どころたくさんあるんですけれども、好みはね、もちろん個人差はあるんですけれども、私個人的にはですね、この場所が静岡県静岡市の、観光地の中ではですね、一番好きなところですね。ですので、動画にはね、ちょっとしてないものの、ちょくちょくここは来てますね。何が言うといいかというとですね、その観光バスとかもね、そんな、ちょっとね、ここ止まっていますけれども、ところどころですね、もう本当にこういうビューなんですよね。今私の目の前に見えてるのが、東名高速道路ですね。で、この、右がちょっと見えないんですけど、東名高速道路と1号のバイパスが並行して走ってる道なんですね。ちょっと先に進みますけれども、本当に景観が良くてですね、観光バスなんかもね、来ませんし、すごい観光名所ではあるんですけど、皆さん結構通り過ぎていくというか、そんなに人混みではないというか、知る人ぞ知るっていうわけではないんですけど、有名なとこなんですけれども、落ち着いてね、長時間ぼーっとこう景色を見てられる場所で、ちょっとね、上の方にありますので、風なんかも冷たくて、バイクでちょっとね、ヒートアップした自分の体なんかを冷やすにもね、最高の場所ということで、私はね、ちょっとここお気に入りの場所なんですね。静岡のね、地元の方であればね、結構ここ評価が高い場所で、絶景ポイントとしてもね、結構有名なんですけれども、ところどころね、ちょっと泊まってみますけれども、こんな感じですね。手前がですね、1号バイパスで、横がですね、東名高速道路ですね。で、目の前が、駿河湾になってますね。ちょうど立体交差になってますね。はい。じゃあちょっと先進んでみましょうかね。はい。本当にね、静岡といえばね、お茶も美味しい、みかんも美味しい。そして富士山のね、雪解け水で、水も美味しいですし、わさび、水が美味しい、水がね、美味しいということで、わさびなんかもね、新鮮なわさびで有名ですし、結構ね、静岡、他のね、都道府県ももちろん魅力溢れるところなんですけれども、私、静岡に住んでますね、静岡の魅力しかね、あんまりこう、
知識が、ね、ないのでお伝えすることが難しいんですけれども、まあ、静岡いいとこなんでね、ぜひね、越しの際は、私のね、一番のお気に入りポイントということでね、今から向かってます、さった峠、ぜひ足を運んでみてください。車で来られる場合はね、ちょっと狭いんで、まあ、普通車でもね、ギリギリ通れるスペースはあるんですけど、ちょっとね、バイクで来ないとちょっと厳しいかなっていうのはありますね。話してると、今ね、現地に到着しました。ここがね、さった峠になりますね。駐車場になりますね。で、降りてちょっとね、ここがどういうところなのかっていうところをね、まあ、私の拙いナレーションにはなるんですけれども、ご案内したいと思います。今ねちょっとバイクを降りましたので、ちょっと一回切ってね、ご案内します。はい、今ねバイクを降りました。そして今ねこれ案内ボードがこう見えてるんですけれども、駿河湾ですね。そしてこちらに、まあ、天気が良くてですね、まあ、冬場になるんですけどね、富士山が見えるという。で、ここのね、本当はこの真正面のこの辺りにですね、富士山が見えるんですけれども、まあ、今日はね、ちょっと残念ながら、天気はいいものの、雲がね、かかってまして、風がね、そのさほど強くないということで、富士山はちょっと望むことができないんですけれども、まあ私はですね、ちょっとここがね、非常になんか落ち着くっていうか、結構私、ここは足しげく通ってるところで、位置的にはですね、東海道五十三次では、由宿とね、富士市の間に位置しますね。で、さった峠ってどんな字書くかってみんなよく言われるんですけどね、さの字がですね、字数規格の第三水準にあってですね、まあさった峠っていう表記がですね、まあカタカナでね、さったってひらがなで書いてて、まあ、カタカナじゃなくてひらがなで書いてて、そして、峠だけ漢字と表記されることが結構多いですね。で、まあ、静岡市の、その、沖津地区と、まあ、由井地区のね、境界付近っていうのがね、今いる場所なんですけれども、山がですね、まあ、海へと突き出す地形になってますので、まあ、古くは、その、海岸線をね、波にさらわれないようにということでね、迂回する道が必要だったので、まあ、その迂回路としてですね、この山側に作られたのが、このさった峠になっております。で、まあ、峠からですね、まあ、富士山と、駿河湾がね、本来であれば見えるんですけども、今日はね、駿河湾はね、見えますけれども、東海道五十三次にもね、残されるほどの絶景で、まあ、高速道路、透明のね、宣伝材料に使われたりだとか、ここからね、見渡せる由井地区がね、東名高速道路と国道1号がね、並行している場所で、まあ、交通の要衝ということでもね、静岡放送とか、テレビ静岡とか NHK ですね、が、この、さった峠の近くにね、さった峠に情報カメラを設置しているということからもね、非常に景観がいい、見渡せるっていうところがね、客観的にもちょっと証明できるかなと思っております。で、現在の国道1号線は、海岸線を沿うようにね、走ってるんですけれども、さった峠は、今の主要道路からはちょっとね、位置づけからは外されています。で、今ね、ずっと走ってきた通りですね、道幅がですね、もう、車がギリギリ通れる広さなんですね。なので、運転技術にね、ちょっと自信がない方はですね、ちょっとやめといた方がいいかなっていう感じはありますけれども、本当に、ここはですね、私個人的には非常に大好きな場所でですね、もう本当に数え切れないくらい通ってるところなんですけれども、まああんまり有名になってね、ちょっと人ばっかりで止めれないって言ったらそれ困っちゃうんですけれども、ぜひね、ここは来ていただきたいなと。で、個人的にね、来ていただきたい時期がありまして、私のおすすめとしては11月から2月が富士山が非常に綺麗に見える時期ですね。もっと確率を上げるとしたら11月から1月とかね、まあ11月から2月でもいいんですけど、12月から1月、まあ本当に寒い時期ですね、空気が冷たい時期は富士山が鮮明に見えますので、ぜひ皆さんね、足を運んでみてください。そしてちょっとさすがに足運べないよというような遠方からね、映像を見てくださっている方にはですね、私よく来ますね、さった峠はですね、富士山の、クリアな時にもね、ちょっと狙って動画入れていきたいと思いますので、皆さん11月以降ですね、私の動画、ちょっと注目しておいていただければ、富士山の映像がね、11月から2月まではね、たくさん、皆さんに、見ていただけるように、
動画をたくさん上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はね、天気も良くて、富士山見えないの分かってたんですけれども、この駿河湾越しにですね、見える景色、私非常に好きなところなので、ちょっとやってきました。で、皆さんと共にですね、この景色の魅力をですね、共有できればなということで、今日は足を運んでみました。皆さんはいかがだったでしょうか。またですね、新しい動画で、静岡の魅力を発信していければと思います。それではですね、今日は佐多峠から動画をお送りさせていただきました。それではですね、バイクに戻って、帰路に立ちたいと思います。